秋田八条秋田八条は、秋田県で織られている草木染めの絹織物。秋田木八条とも言う。秋田八条は、秋田県特産の織物である。やや太めの絹糸を用いた平組織の織物で、茶から黄色の色合いを基調とした、繊細な甲州島の衣装を織り出すのが特徴である。秋田ね織は、縦糸に対して、倍以上の太さの横糸を用いて織られる横背の、 織物であり、変わり織ではあるが、基本的には平組織で、シャリシャリとした手触りが特徴である。秋田八条は、浜ナスの茶色、カリヤスの黄色、蓮月筋の赤みがある黄色を基調とする島、格子柄の織物である。中には黒を合わせた衣装のもの、黄色を基調として、青や桃赤を合わせたものが織られている。 八丈島の八条檻では、黄色は、刈リやスや八丈刈リやスで、飛び色は、犬クスの樹皮で、黒は、ーの樹皮で染めると言われる。これに対して、秋田八丈では、黄色を、刈りやすや、蓮月辻、飛び色をはまなす、黒をはまなすと他の植物の混合をログウッドなどで染める。 ハマナスは生育地によって発色が異なるので、目的の色調が得られる地域を定め花が咲く頃に根を採取する。カリヤスの仲間であるオ,オヒゲカリヤスモドキは、クリコマヤマヤマロクに分布が見られる。8月に採取する。蓮月知事は、染料としては緑葉を用いて乾燥させて用いる。触媒によって赤茶、焦げ茶、黒から灰色に染まる。 7月から8月に緑葉を採取し、陰干しして保存する。いずれも、鉄釜で煮て、染料を取っている。秋田八条は90から124から180デニールの糸を使用している。秋田畝織には、縦糸に80から84デニール、横糸に189デニールの絹糸を用いている。ありがとうございます。